戦国武将紀行、上杉謙信公、途中の上安寺さんに来ています。上安寺さんのね、境内というか、以前お話をちょっと一回伺いましたけど、この上にあの秋葉公園ってあってですね、秋葉といえば火の神様、火の祭り、謙信公の像はありますが、実は謙信公の画像の中でもおひげのない像がですね、ここにはあるんですよね。で、一般は非公開ということを以前も聞いてるんで、まあ無理だと思いますけど、まあ、来るたびには行こうとは思ってるんですけどね。あの写真ではよく出てるんですけど、まあかなり雰囲気が変わるというか実像に近い、もうほとんど、甘そうみたいな感じですよね。女性にしか見えないと。で、それとおひげがないということと、漱石に入られていたとは言ってもですね、ちょっとその謙信公のイメージをかなり覆すようなものがこちらには保管されてるんですが、まあ、今言った通りちょっと拝観はできないというふうに前聞きました。で、まあここにですね、いくつか謙信公の兜の前立てとかありますし、影虎、まあ、上杉影虎っていうのはあの以前の謙信公の名前の方の影虎、つまり長尾影虎のことですね。そして上杉景勝安堵城、それからまあ梵鐘もそうですし、何しろこの二神像っていうね、難しい名前ですけどね、四本着色上杉謙信並びに二神像、二神っていうのは、直江山城の神、それともう一人が、小島弥太郎、鬼小島弥太郎という方、まあ、お二人とも有名な方ですけど、このお二人をですね、まあ、二神像として描いたものがあるということなんですね。確かダメだったと思うんで、ここでこの絵先下とかね出てきますけど、この絵子ともですね、かなり親しい仲だったということが知られてますよね。はい、ちょっと外からだけの拝観になりますけど、ちょっと見てみますかね。あのここはね、上のあの秋葉公園とかを見るとちょっと秋葉神社というか、そこを見ちゃうとね、ちょっと普通の公園にしかちょっと見えないんですけど、まあ、上安寺さんの敷地内っていうのは結構大きくてですね、例の、美術館のところも、あそこも実はですね、上安寺さんのお寺の寺寮でですね、まあ、今はその公的な美術館になってますけど、あそこにも上杉謙信公の像がありますよね。上杉家の家紋ですから、もともとの寺寮っていうのはかなり大きいと。まあこちらにね、ゆかりの史跡ということでいくつかありますんで、いただいておきますかね。すごいですね。まあでも上がれないですけど、公開してますからね。これはどなたでしょうね。あ、こちらの和尚様みたいですね。はい、上安寺さん謙信公でした。